とおさらばメジャーになるの。でもそいつはあんたの整形費用を出させるためだけでしたわけ。さすがヘレンね、あんたの顔が変わればすぐ戻ってくる。あ、そう、言っときますけど、あんたが考えを変えないために金輪際仕事回さないからね。勝手にしろ。純粋に緊張しました。いろんな方がいらっしゃって、パシャパシャ音が聞こえて、でもなんか私が出ていくのがちょうど公開稽古の真ん中ぐらいだったんですけど、先に他の出演者の方がお芝居されてるのを横で聞いてたら、なんかちょっと落ち着いてきて、最初台本を読ませていただいた時に、今の私の価値観だったりとか経験値だと正直理解できないことがたくさんあったんです。なんか単純に思ってることとなんで逆のことが起きるんだろうとか、でもそれは大人だからとか、まあ、大きな言葉で言っちゃうと大人だからなのかもしれないけど、今の私には分からないことがいっぱいあって、台本を何回読んでも自分が他の方のセリフとか言ってもなんかしっくりこなかったんですよね。でもやっぱり他の方が演じられてるのを見て聞いて、はぁって納得をする、なるほどこのセリフってこう言ったらこんなに切なく感じるのかみたいなことが結構たくさんあって、稽古場にいるだけで学べることがたくさんあります。もう役者としてじゃなくだけじゃなくて、例えば女性としてとか人としてとか、そういう部分で結構今の私に持ち合わせてないものがたくさん稽古場で生まれてるので、すごく楽しいです。どのくらい3割ぐらいじゃないですか。3割ぐらいじゃないかな。なんとなく衣装こういう感じとか髪型こういう感じにするよっていうのをいろんな方からも聞いて、じゃあ稽古場からそれをやってみようと思ってやってたりとか、とりあえずなんか形から入ってみた感はありますね。多分まだまだ言い方とか間も変わると思いますし、変えたいと3割か、少ないですね。すごいストレス発散。だって人にクソっていうことあります？ないですよね。やっぱ日常生活でできないことを結構やってるので、しかも自分より目上の方に対してわーっと言って、まあ、信頼関係があるから言えるんですけど、なんかそういう関係ってちょっと羨ましいなと思いつつ、なんか楽しいですね。失敗してもいいと思います。私は今とっても稽古場で失敗してます。でも失敗することも楽しいなって思うし、多分一回で成功するより全然失敗した方が完成した時に嬉しいので、頑張ろう。私のこのタイミングでこの作品に出会ったのはすごく大きいなと思っていて、今私はまだいろんな方から意見いただいて、形からとか真似してみようが多いんですけど、でもきっと初日までにはもう心からもうあと体当たりでっていう言葉がぴったりになるぐらい完成していると思っています。そうしたいと思うし、そうなる気がするんですよね。でもなんか、はい、何枚入れちゃってるの？あまり
こうだからこうっていう結論を出さない作品なんですけど、その見た方がどう撮るか、この先どう考えるかっていうのは見た方によってまた違うと思うし、そこが一番魅力的な部分だとも思うので、とにかくぜひお時間あれば劇場に来ていただいて、作品を見てこの素敵な世界に浸っていただければと思います。劇場でお待ちしております。